それ。これか。ちょうど二度ぐるを増える。そうだね、やっぱいきなり左ストーンって曲がってるもん。やっぱこういうルートだな。え、こんなに走ってたの高速道路って恐ろしいな。感覚が全然なかったショートカットゾーンだからな、うん、しかも130キロだし。まだいいけど、後でお店の人だそう。若干この工事のこの看板のおかげでさ、直射日光を免れてるからちょっと楽。お、サライン線だ、うん、恐怖。本当にマジ知らなかったよ、ボタン。何のボタンだろうぐらいにしか思ってなかった。八王子まで行くんでしょ、確か。結構便利だよ、電車でもあれも、うん、この位置ね、ここに入れてくれ。はい、サンキュー。あれ、ポテトとこれだけだよ。うん、なんで？いや、ハッピーセットなんだっけなと思ってた。え？あとジュースか。頭大丈夫？ダメ。ポテト？オーバーミから危ねえ。今行こうとしてる。危なかったっけ。ミノブさんから行くルートよかった。危ねえ。危ねえ。やはり今日ミノブさんだったんだよ。あっち側だったんだよ。うん。危ねえ。20キロだって見た？3箇所か。